マーベルズ見てから X 面熱が高まってるからデッドプールも楽しみだよ。ボスクレの満を持して感といい、マーベルズ自体が一つの集合作品であることといい、フェーズ4の締めはブラパンよりここまでの方が良かったんじゃないか。マーベルズに X 面出るの？エンドクレジットに出てたろ、途中退席でもしたんか？ウルバリン好きすぎヒーロー。ローガン串刺しオルゴールまた出てくるかな？今度でやっとちゃんとした共演ができるな。ひゅー、ブラックマンもウルバリンとの共演楽しみ。同じ能力なしいいコンビになりそうだな。結局強いのか弱いのか。強いか弱いかで言うと普通よりちょい強いぐらいだけど、頭おかしいのと不死身だから適当にやって弱い。ぶっちゃけアメコミキャラの強さなんてライターの都合でどうとでも変わる。大したことなさそうな素人感のヴィランに完全敗北するヒーロー大全集まである。ウルバリンのヒーリングもデップー並みに強いんだっけ？デップーはバラバラになっても復活できてたけど、ウルバリンもあの状態から復活できるのかな？骨だけになっても復活できる。アダマンチウムで銃撃ダメージが抑えられる。ほぼ切断されることもないので、再生能力は互角だけど元々の耐久力が上って感じかな。デップー、全身幹細胞プラス不死の呪い。ローガン、超回復プラス死んだら死神と決闘して勝ったら復活。だっけ？コロッサス、デップーの X 面枠は俺だったはずなのに。スーパーパワーがなくなるとガンが暴れ出して体が弱り、大体ホークアイぐらいの強さまで起きる。ケーブルとため晴れてる時点で強いよね。デップになる前からあの世界でお助け屋みたいなことしてたみたいだし、能力はあるんだろう。マーベルズの最後にマリアが行ったユニバースにも俺ちゃんがいるのかな。モニカ行った世界のビーストはケルシー、グラマーの方だったけどな。ファーストジェネレーションじゃない方か。あとマリアは母ちゃんだった。フューチャーパストの最後でもロービーストは出てたから、モニカが飛んだのは改変後の世界の可能性は全然あるけどね。あれ？歴史改変後の X 面の世界線とレッドプールって世界線一緒なの？どっちも同じ世界線だよ。中ボイとかがカメをしてたでしょ。あれってただのファンサービスでちゃんと繋がってるとは思わなかった。前も XMEN だと目が覚めた時にいる医者といえば議員だったんだけど、今回はビーストだったな。どういう流れでウルバリンと出会うんだろう。今までも同じ世界にいることは確かだろうけど。ローガンは必ず拾うんだろうけど、どう絡めるかな。3話もう MCU なんだっけこれ。マーベルスタジオ近世という意味でもそう。デッドプールフォックス世界が MCU 基本世界にどうやって絡むのかはまだ分かってない。正式に組み込まれたよりあるの事業としてはディズニーがフォックスを買収。フォックス自体は映画部門として20世紀スタジオの名称で再編マーベルコミックスの映画版権をマーベルスタジオに移行。その後 X 面、ファンタスティック4、デッドプールの MCU 合流が決定。X 面ゼロに出てたのは本人なんだっけ？に見ようぜ。あれが本人じゃなきゃ誰だと思うんだ？ちゃんと見とけよ。エレクトラ役のジェニファー。ガーナーが登場確定で、ベンアフも出演の噂あるし、フォックスマーベル映画のザ・フラッシュみたいな作品になるっぽいな。X24 まで出てきたら神。仮に20世紀フォックスヒーローが集結した場合、ギャグとかメタネタよりも年を重ねた姿をじっくり見たいんだよな。待ちに待った結果、いろいろと時代が進みすぎたがともに、第3の壁越えと行こうじゃないか。第3の壁だと俳優の後ろにある背景の書き割りになっちゃうけど、そっちを超えてええんか？最近、XMEN 映画全部見たんだけど、XMEN ファンはどう思ってるのか知りたい。こういういらねえなのか、単純に嬉しいのか。単純に嬉しい。最初からずっと劇場で見てるから愛着もあるし、何よりもウェイホームの時も思ったんだけど、昔から見てきたキャラクターたちが年取って出てくるって嬉しくなるんだよね。シリーズが打ち切られた後もみんなちゃんと生きて生活してた、みたいな感覚になって、まだまだ細々としがらみがあるし、単純に MCU 自体の行く末が不安でもあるけど、これで満を持して全てのマーベルヒーローが映画の世界で合流するんだなと考えると、とても感慨深くてめちゃくちゃ嬉しい。ただそれはそれとして、21世紀フォックスの中枢から MCU 組み込みへの流れのせいで、ダークフェニックスからフューチャーパストの最後につながるまでの作品が作られずに終わりそうなのがとても残念。能力者差別ネタはエージェント・オブ・シールドのインヒューマン化ですでにやってたから、 MCU 世界にどうミュータントを持ってくるのかってのは気になるけど、今のところ出てきた X 面は全部別アースなんだよな。カムラの能力がミュータントだからじゃないかって話もあるし、原作では死んで復活した時にインヒューマンからミュータントに変更されたから、 MCU でも実はミュータントで下になる可能性はあるけど。ミズ・マーベルの最終回でブルーノから突然変異だ、
って言われてアニメの X メンの曲が一瞬流れたし、メイキングでもその辺の話をしてた気がする。マーベルズからデッドプールと徐々にミュータントたちの出演を増やしていくのかな。 MCU の中でもシーハルクで出所の説明ない超人がわらわら生えてきたから、実は昔からミュータントいたよってされるかもしれない、されないかもしれない。カマラ役の役者がカメオで出そうな雰囲気はあるな。雑なミズマーベルのコスプレしたりして。と入っても、あの役者ってガチ勢すぎて自分で MCU 同人ムービー作ったりしてるから、雑なコスプレしなさそうではあるけど。カマラちゃんの人、ウルバリンの腕見たかったから今回のコスチュームやだ。ウルバリンのスーツが上腕を隠すデザインなのはヒュー、ジャックマンが皮膚がんを発症してるからかな。最近 MCU 追い始めたんだけど、デッドプールにウルバリン出たり MCU に旧キャストの X メンが合流する可能性が出てきて困ってる。FOX 作品はとりあえずデッドプール12は見たんだけど、5は最低度の作品を予習すれば楽しめるか誰か教えて。やっぱり X メン123とウルバリン12と X メンファーストジェネレーションと X メンフューチャーバストと X メンアポカリプスとローガンと X メンダークフェニックスの順番で見るしかないと思うぜ。アイアンマンからマーベルズまで見るよりは簡単だから安心。残念ながら公開順に全て見るしかないよ。最低でもどの作品とか横着な真似はせずに全部見ようね。ストライキの影響で制作が遅れまくってるので、今から2週間に1本くらいのペースで見てもデッドプール3までに全然間に合うぞ。 MCU 版は MCU の世界でのリブートだろうから見てなくても問題ないだろうけど、今後のマルチバースの集合作のウェイホームやマルチバースオブマッドネスみたいなやつでは旧キャストがどっと出てくるだろうから、見てた方がテンションは上がるかも。そもそも MCU のトップであるケビン・ファイギ氏が映画業界入りするきっかけになったのが X メンなんだから、順を追ってみてほしいですね。そういやこの間までミュータントはほぼ全員不死、死んだらクローンで復活、だったんだよな。デップーのユキオとサムライのユキオを共演させてほしい。ユキオと絡むんか？前にここで3人もちゃんとドーピンダー出るよって教えてもらったから、絶対見に行くよ。ドーピンダー役の人はアクロスザスパイダーバースに出てるから、そこら辺のいじりもやりそうわら。映画の予告で敵の銃弾を格好よく刀で引いたと思ったら、めちゃくちゃ命中してたのが面白かった。には話の根幹がシリアスだから思い切り笑っていいものなのかと思って見てたが、ED でひっくり返してくれて助かった。デップーだから許されるチャブ台返し。ディズニーと関係持ったのを良いことにミッキー引き合いになしてピカチュウをいじりなすくらいはしそう。ピカチュウいじりはあるのかな。さすがにピカチュウは任天堂が怖いからやんないだろ。名探偵ピカチュウの声とモーションキャプチャーをライアン・レイノルズが担当してたから意外といじれるかもよ。地上波で放送することはないので、ブルーレイかオンラインで見るしかないやつ。そろそろデスとイチャイチャしてほしいですね。ジョシュ、ブローリン、その場合俺はサノス役とケイブル役のどっちで出ればいいの？どっちでも出ればいいじゃん。ケイブルにシャークネードは何作続いた？って聞くネタ好きだったんだけど、劇場で笑ってたの俺だけだった。ケイブルって平気頼みっぽいけど、マーベルでも強い方？サイクロプスのクローンの子供でかなり強い。武器がメインウェポンなんだけど、それなくても格闘もそれなり。ケーブルもミュータントの能力が 100% 解放された時は時一つスルーさせる強さの念力と全人類の思考を同時に読めるぐらいのテレパシーを自在に操ることができた。でもシルバーサーファーにはかなわなかった。多分やるであろう次回作のおまけ映像も楽しみや。もうスタンリーがカメオ出演しないの分かってても寂しい。映画世界だけじゃなく90年代アニメの続編もマーベルスタジオ主導で来年やるから、そっちとも絡んでいきそうでなかなか目が離せない。ケーブルと仲良いのは漫画からなの？漫画からだよ。吹き替えの加瀬さんがナイスキャスティングだわ。